1970年アメリカでマリファナは薬物規制の中でも最も厳しいスケジュール1に分類されました。つまり完全に違法とされ、医療用としても認められませんでした。この認識は何十年と続き、薬としてのメカニズムや効果を研究する上での妨げとなった。現在マリファナの医療上の効果は広く知られ、中には医療目的の使用を合法化した、使用としている国があります。しかしマリファナの医療価値が広く認められても次の疑問に答えていない。娯楽目的の使用は脳に悪いのか。マリファナは脳や体中に受容体を持つ身体調節機能に作用します。元から体にあるエンドカンナビノイドと呼ばれる分子もこれらの受容体に作用します。カンナビノイドシステムは完全に理解していないが、機能を理解に大きなヒントとなる特徴が、神経伝達物質は情報を伝達するのに一つのニューロンからシナプスを通して信号を伝える。エンドカンナビノイドは逆方向へと進む。一つのニューロンから信号が伝わると、受信したニューロンはエンドカンナビノイドを放出。逆方向へ進むため送信側のニューロンに影響を与える。送信側は受信側からフィードバックをもらう。この仕組みから科学者は、エンドカンナビノイドシステムは主に各種の信号を増幅したり縮小したりして調節するのだと考えています。フィードバックにより神経信号の伝達速度は低下します。だからといって行動や知覚が遅くなるわけではありません。例えば嗅覚を阻害する信号速度を低下させると、匂いをより強く感じることがあります。マリファナには2つの主な有効成分があります。テトラヒドロカンナビノール THC とカンナビジオール CBD です。 THC は主にマリファナの向精神作用をもたらして、行動、認知、知覚に影響する一方、 CBD は非精神的な作用をもたらすと考えられています。エンドカンナビノイドと同様に THC はカンナビノイド受容体に結合し信号を遅らせます。しかし THC は拡散するシステム全体で直ちに結合します。一方エンドカンナビノイドは特定の刺激に反応して特定の場所で放出されます。このような広範囲の作用にカンナビノイドシステムの他システムへの間接的影響が加わり、各個人の脳の科学的性質、遺伝的性質、これまでの人生経験によってマリファナに対する反応が概ね決まります。これは少数の特定の経路を通して効果を及ぼす他薬物との違いからもマリファナのもたらす真実と言える。よって悪影響があるとすれば、一人一人大きく異なるのです。マリファナが特定の危険作用を及ぼす仕組みは分かっていないが、有害経験をする可能性を高める明確な危険因子が存在します。明確な危険因子は年齢です。25歳以下の人は25歳以上の人と比べるとカンナビノイド受容体が脳の白質により集中しています。白質はやり取り、学習、記憶、感情などの機能に関係します。マリファナを多用すると白質の発達が中断し、脳が新しい接続を発達させる能力に悪影響を及ぼすので、長期的学習能力と問題解決力に障害を与えるのかも、どれくらい深刻な障害を与えるのか、回復可能かわからない。若い人たちの間でさえ若ければ若いほどリスクが高い。例えば15歳の方が22歳より危険性ははるかに高いのです。さらに幻覚や編集性妄想を引き起こします。ハイマ誘発性精神障害として知られる症状は、使用を断つと症状は治まります。しかし稀に症状が治まらず、持続的な精神疾患が表面化します。統合失調症などの精神疾患を患う家系の場合、唯一ではないが最も明らかな危険因子となる。大麻誘発性精神障害は若い人に多く見られるが、精神疾患はこの年齢層で表面化しやすいという事実に注目すべきである。若い人の場合、精神疾患がマリファナを使用していなくても発症したのか、
使用が精神疾患を早期に引き起こしたのか、限界点に達し発症を誘発したのか、反応が基礎疾患の存在を示唆しているだけなのか、はっきりしていません。おそらくその影響は一人一人異なるでしょう。年齢によらず、他の多くの薬物同様、脳と体は何度も使用すると鈍感になり、同じ効果を得るのにより多くの量を必要とするようになります。幸いにも他の薬物と違い、その過剰摂取により死に至る危険性はないし、乱用したとしても衰弱したり使用をやめても生命に危険をもたらす禁断症状もない。しかし危険性の低いマリファナの禁断症状として、睡眠妨げ、イライラ、うつ状態などがあり、使用をやめれば数週間以内に消えるものです。では脳に悪いのでしょうか。人によって異なります。同定しやすい危険因子がある一方、よく理解されていない因子もあり、つまり基地の危険因子がないとしても負の効果を経験する可能性がなおもあるということです。より魅力的な歴史、宇宙の冒険、めまいがするような哲学、自分の体に関するたわいない質問など、まずはこのチャンネルに登録してください。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。